最初に滑りました中森。そうです、はい、中森やすか選手ですね。上にボートサーラスはウォーターボードを傾けて、引き波を大きくしてですね、サーフィンができるような状態に上手く作って、で、サーフィンで腕を振り上げているというものです。伊藤さん、ボートの方の伊藤さんは難しいですよね。ボートの操縦も操縦も大変だと思うんですけど、だから全員左側に乗っているそうなんですよね。このままこの隅田川サーフィンで乗ることができるのか。中森選手離しました。うまく乗っている、乗っている、乗っている、あー乗っている、長かったですね。いやー、というわけで隅田川でもサーフィンを楽しめるということですよね。非常にこう新しく考えられた、はい、このですね、ボートを使って引き波を使っての、サーフィン、ボートサーフィンをですね、スクールとして行っているのが今ボートの方を当選しております、白川マリーナの伊藤さんのところということなんですけどもね、ちょっと興味のある方はぜひともですね、お声掛けいただければと思っております。まあ、こんな身近でね、楽しめたらいいですよね。荒川では結構しょっちゅう、このボートサーフィンというのをやっているとお聞きしております。まあ、この隅田川ではですね、まあ、多くの方々が国内だけではなく世界から集まる場所ということ、そしてこの隅田川はですね、今目の前にも止まっておりますように屋形部でもですね、多く、公開しておりますので、まあ、なかなかしょっちゅうというわけにはいきませんけども、それでも隅田川でもこのようなマリンスポーツを楽しめるということは、皆様方にお分かりいただけるかと思います。次のですね、また別の場所、はい、田中健選手です、ね、はい、スタートしましたね。はい、元プロサーファーということもありまして、乗り方のですね、フォームが本当に独特で、はい、上がりました、はい、で今ロープを持ってコメントを取ってロープを取ってロープを取ってロープを取って、本当にリスク同じような状況で波に乗ってるって感じですよね。ロープを取って、あー、さあここでちょっと回らせてくれる方が、ちょっとボートの方に詰まってしまったような感じも見受けられましたけども、ただどうでしょうね、この隅田川でこんなにいろいろなマリンスポーツを楽しめるなんて、ちょっと前では考えられなかったことですよね。サーフィンですよね。そうか、パドリングで潜らないといけないってわけですよね。この田中健選手は先ほどもご紹介しましたように2002年度には、フランスで行われましたサーフィン世界選手権にも日本代表で出場されたという、まあ、海の、ね、波乗りは全然問題ないと思いますけども、さあここから、あ、パドリングで自ら